はい、こんにちは、佐久間優吾です。毎度おなじみ優吾 .tv、 早速本日のお題を一発撮り一発読みで初めて今から読む文章をインプットしながらアウトプットしていきます。では行ってみましょう。今日のお題はひまわりの積極性を学ぼう。こちらを今から読んでいきます。ひまわりは朝と夕では顔を向ける方向を変えることをご存知ですか？朝には太陽の昇る東に顔を向け、夕方には太陽の沈む西に顔を向けます。なぜ顔を向ける方向を変えるのかといえば、成長のためです。ひまわりには明るい日の光からエネルギーを受け取り、光合成をして成長します。わざわざ日の当たる方向へ顔を向けるから、それだけ早い成長ができるのです。元気に明るく成長しているのです。ひまわりは成長のために大変積極的です。私の生活、暗いんです。という悩みを持つ人がいます。そういう人は決まって暗い方向ばかりに顔を向けています。暗い方向を見ても明るい光はありませんから元気も出てきません。ひまわりのように明るい方向に自分から顔を向けていかないと、いつまで経っても明るい光に当たることができません。明るい光に当たることがありません。明るい光に当たるから元気が出てエネルギーがみなぎってきます。ひまわりでさえ積極的に顔を向けているのです。人間ができないわけはありません。私たちは明るい人生の手本をひまわりから学ぶ必要があるのです。今日の格言、ひまわりの積極性を手本にする。へー、そうなんだ。ひまわり賢いんだな。確かにいつまで経っても人間もそうか。気分が暗いってなってたらずっと暗いし、スイッチ切り替えて明るいみたいなね感じになれば、嫌でも明るくなっていくのかな。とりあえずいつでも笑顔を心がければいいと思います。そうやって口角上げて作り笑いでも、脳は本当の笑いと作り笑いっていうのは区別できないらしいんですね。なのでこうやって口角を上げるだけでも脳からセロトニンとか出てきて、がん細胞をやっつけてくれたりとか、うつ病予防とかにもなったりしてくれるそうです。ぜひ口角を上げて意識してみるのはいかがでしょうか。自分は毎朝顔を洗うときに口角を上げて笑顔の練習とかもしますね。笑顔の練習とか、今日も一日かっこいいね、今日も俺、いい笑顔、世界一の笑顔だ、みんなを明るく人を魅了するような笑顔だって言い聞かせてやってますね。あとはいつも顔を洗う時にも、洗顔フォームとか使わないですけど、顔を洗ってこうやって赤ん坊のニコってしてる顔を頭の中で浮かび上がながら、こうやって水で洗うと、お肌もピチピチ。俺よく女性の方に、女の人に、肌綺麗だねって言われるんですけど、そういう、実は、秘密の特訓をしているんです。いつもイメージして、お肌ツルツルのイメージをして、人を魅了するような優しい、キラキラした笑顔、これを心がけて元気に明るく素直に正直にいきましょう。ということで本日はこの辺でドロン。